ロン・ハワード、ロン・ハワード、ロン・ホワード、1954年3月1日体は、アメリカの映画監督、映画プロデューサー、俳優、オクラホマ州出身。映画監督としては、2001年のビューティフル・マインドにて第74回アカデミー賞監督賞、作品賞を受賞。ラビンチ・コードは、全世界で7億ドルを超えるヒットを記録した。俳優としては、 子役時代に8年間演じた、シットコム、メイベリー110番の OP テイラー役、10代の頃に6年間演じた、シットコム、ハッピーデイズのリッチー・カニンガム役で知られる。日本では、俳優時代、一時期ロニー・ハワードと表記されている時代があった。プロデューサーとしては、1986年に、ブライアン・グレザーと、イマジン・エンターテインメントを共同で立ち上げ、 テレビシリーズ2 4 2 4ス、ライトミー嘘は真実を語るなどを世に送り出した。父親は俳優のランス・ハワード、母ジーン・スピーングル・ハワード、弟クリント・ハワード、妻シェリル・ハワード、娘のブライス・ダラス・ハワード、ページ・ハワードも俳優。オクラホマ州団館で監督、脚本家、俳優の父、ランス・ハワードと女優。 ジーン・スピーグル・ハワードの息子として生まれる。父の姓はベッケンホルトだったが、1948年より芸名としてハワードを名乗る。論出生時、ランスは3年間アメリカ空軍に入隊していた。1958年、一家はハリウッドに転居し、1年後に弟、クリント・ハワードが生まれる。後に、メイベリー110番の撮影現場となる。 デシルスタジオの一ブロック南に家を借りる。カリフォルニア州バーバンクに転居するまで3年以上、ハリウッドに居住していた。少年期、デシルスタジオで家庭教師から学び、ジョン・ブロー高等学校を卒業。後に、南カリフォルニア大学映画芸術学部に入学するが、卒業はしていない。両親共に俳優だったので、子役の頃から、 多くのテレビドラマや映画に出演。1959年、旅で初めてクレジットされる。ジューン・アディソン主演の CBS のアンソロジーシリーズのエピソード、チャイルド・ロストとワイライト・ゾーンのエピソード、シットコム、ワンパク・デニス第1シーズンに、デニスの友人の一人、スチュワート役、ドビーの青春の第24話に出演。1960年の連続テレビドラマ、 シャイアンダイイ4シーズン第2話、クターフィットガンニッティミー役で出演。1960年、ダニー・トーマス賞のスピンオフ、メイベリー110番の OP テイーラー役に配役される。当時は、ロン・ハワードではなくロニー・ハワードとしてクレジットされており、メイベリー110番、現代、アンディ・グリフィス賞の主演、アンディ・グリフィスの息子役として、8シーズンもの間出演していた。 グリフィスとは舞台裏でも父とこのように過ごしていた。放送終了後も二人はランチを共にしたり、主に電話で連絡を取り続け、その後二度の再会番組にも共に出演し、二人の関係は2012年のグリフィスの死まで約45年間続いた。父の死がテレビのニュースで報じられるとハワードはドラマ、コメディ、音楽など多岐にわたる彼の想像に対する愛は、 周囲を活気けた。彼が作り上げた、メイベリー110番での精神は楽しいだけでなく、プロフェッショナルでもあった。それはとても素晴らしい環境だった。人々が何かを作り上げる楽しみを知る機会を得る、ことに影響を与えたと思う。いつもそこに尊敬と情熱を持ち合わせ、誰かにお願いするときも気取らず自然だった。彼はいつも視聴者の皆さんを尊敬し、 視聴者の気持ちに立っていた。彼は私に大きな影響を与えた。彼が亡くなったことはとても寂しいが、彼はとても豊かな人生だったと思う。と声明を出した。1962年、1973年、アメリカングラフティ、1976年、ラストシューテイストなどの映画に出演。子役の頃から制作に興味を持ち、 1972年に南カリフォルニア大学の映画学科へ進学。在学中の1973年、アメリカングラフィティやテレビドラマ、ハッピーデイズなどの主役で人気を得たが、1977年のバニシング・イン・ターボで監督デビュー。1986年の元宝、日本では劇場未公開、ビデオ化のみは国辱ムービーとしても話題を呼んだ。 その他、コクーン、バックドラフト、アポロ13などのヒットにより一流監督とな、2001年、ビューティフルマインドでアカデミー賞監督賞を受賞した。テレビドラマ24、24、24- では、プロデューサーも務めている。マイケル・キートンが主演の、元ーでは、冒頭のシーンで、日本ロケを観光している。2009年には、天使と悪魔のプロモーションで、 主演のトム・ハンクスやプロデューサーのブライングレーザーらと共に来日、帝国ホテルでの記者会見や東京ドームでの始球式などに参加した。2017年、スターウォーズシリーズのハン・ソロのスピンオフ映画、ハン・ソロ、スターウォーズストーリーの監督に就任した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。